日田市古川町の渡辺酒造店では、6月30日を日本酒には欠かせない公募に感謝する日、酒公募の日として申請し、5年前に登録されています。今朝酒蔵では神事が取り行われ、酒造りの1年を締めくくりました。訪れた人は、マスを500円で購入すると樽から汲んで飲める日本酒の飲み放題や、 麹甘酒作り体験などを楽しんでいました蓬来公募祭りは午後3時半まで行われています